道の駅伊達市観光物産館、伊達は未開の地だね、私たちね、そう通り過ぎるところだけど、でね、なんか面白い建物があってね、こっちは、あ、案内かな、観光物産館、あっち、プールとかあっち、なんだろう、黎明館、あと伊達歴史文化ミュージアム、カルチャーセンターとかってなってる、行ってみよう、あ、昔っぽい、なんだろう、歴史文化ミュージアム、なんか難しいな、私わからないけど、兜が大きいのがあるよ、あ、これ旗がある、伊達歴史の森、伊達大きい、かぶれるか、大手門、それは公園なの、ここ広いんだ、こういう迎賓館とか水戸部家、旧水戸部家とかっていう建物が残ってるのかな、お、分かんないけど行ってみる、城ってことここ、城に見立てた、伊達藩ってこと、伊達藩の、伊達は伊達藩の伊達ね、そっち、あれあれそっち水入ってる、入ってない、あれそっち水入ってるけどこっち水入ってないの、なんだろう、入る、お、こんな感じ、お墓、どれ、お墓、あ、お墓じゃなかった、間違った、広いな、伊達ってこんなところがあったんだ、立派、東屋がソーラーって言わない、あれ、あらば、建物が立派ね、あ、これはカルチャーセンターで、ここはなんか温水プールだね、おお、現代東屋、これ照明に使ってるんだね、綺麗、池だ、庭園だ、あ、滝流れている、迎賓館旧水戸部屋行ってみる、これ渡るの、これあ、滝のところだ、お、何かがある、あ、国指定重要文化財なんだって、100年前のもの、明治5年着工のもので、仙台地方の建築様式で、カンナをモチーズ、長ナで削るじゃん、長ナって何、カンナは柱を平らに表面を削る、で、長ナは、まあ言ってみれば臼をこう掘り込むような、叩いて削るような感じの、でね、釘使わないって建てたやつだって、100年前、まあメンテナンスはしてるんだろうけどね、迎賓館かな、これ蔵だ、迎賓館、明治維新の時に、明治25年に建てられて、政府高官や開拓使などの接待のために使われていたと、こっちが正面なんだね、それは何、伊達町100年記念碑っていう伊達町民憲章、
これミュージアム入り口。伊達っぽいんだけど、中身はびっくりドンキーで牛顔出してるし。一の駅伊達の観光物産館。あ、スーパーみたい感じの物産館なんだね。ああ、これは大きい、すごい巨大でスーパーみたい物産館だね。こんなのがずっと続いてる。黒ニンニクじゃなかったかな、ここ名物。うん、ニンニク多いでしょ。お、本当だ、スーパーの中がニンニクの匂いがする。あ、でかいだろ。ずっとこんな感じ、何列にもなって野菜がすごいね。すごいね、スーパーみたい。全部物産物ね。武者弁当、ここもホタテなんだ。噴火湾のホタテ飯が売ってる。出ました、ここの道の駅限定のハンサム焼きね。道の駅から何分走った？7分。若丸さんっていうの、ご飯屋さん。違う、逆だ。私これ石焼きゴーダチーズ&モッツァレラハンバーグ、これね、おこげが癖になるっていうのをいただいてみたい。ここは角煮定食クリスピーごぼう付きという、ごぼうが有名だから。角煮定食、きゅうりの飾りがおしゃれよ。カリカリのお菓子みたいな感じかな。角煮っていうよりも今溶けてるみたいな。トロトロだ。溶ける、溶ける、溶ける角煮。わー、ジュージュー言ってる。すごいよ、ジュージュー。これね、おこげになるところが美味しいと思う。2種類のチーズ、ハンバーグ。これ、今食べたら熱いよね。これは何だ？ポテトも唐揚げ、面白い。チーズと、わ、すごい。これはわざとこう焼けるようにして、チーズチーズチーズ、もうわわわわわ、トロ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 。巻く、どうやって食べる、これ、どうやって食べる。いただきます、いただきますよ。シンプル手骨ハンバーグみたいな手作り味、本当に香辛料が入ってる感じ、うんうん、チーズ、そんなにね、チーズ感がすごいっていうわけじゃなくて、これ込めてるチーズのところ、美味しいチーズ、ちょっとね、焦げてるチーズ美味しい。北海道らしいアスパラがあるんだよ、アスパラ。いただきますよ。焦げてきた、焦げてきた。おせんべいみたいになった方が美味しいんだね。道の駅豊浦に寄っていく。いちごあるかな。豊浦はいちごが有名。豊かな産地、内浦湾豊浦町。豊浦町の看板はいちごなんだ。本日大ズワイガニお休みです。え、大ズワイガニなんて売ってるんだ、ここ。なんかみんな並んでオープン入ってて、何があるのかな。野菜、あ、いちごか。いちごに人がたくさんいる。わ、新鮮野菜、水菜、大葉。わ、いちご、いちご、すごいすごい。粒大きい、豊浦いちご、紅ほっぺ、鈴あかねとか品種があるんだね。すごいでかい、680円。鈴あかねは600円。あー、これ美味しい。平飼いの卵、あー、でもお一人様1パックまでになってる。420円。あ、ここの焼き物はいちご柄。あ、これ本当の手作りだね。130円じゃん、こんなでかいのが。ネギ、ネギ、ホタテ貝の、あ、噴火湾だから、うん、これ、いやいやいや、これパックン。手袋に見えた。鍋掴み。深
かふかクッション。クッション。うん、これホタテだしのやつ。あ、本当だ。顆粒のやつね。ホタテの。貝柱の味。うん、からすごいホタテっぽい味が出るんだよね。さすが豊浦。あ、これはちっちゃい方の。あ、これケンタロウよくあるやつ。700円。すごいたくさん入ってる。わ、700円。粒が小さいが。スーパーのより量が違うよ。ほんもり入ってる。うん、塩餅。あ、あったかい作りたて。あ、ほんと？出ましたよ。これ豊浦道の駅のホタテ丼。噴火マンのね。そうだね。美味しいね、ホタテ。これ冷凍のやつ。これね、味噌汁とかにするとね、小さいやつ、ね、すごいね、美味しいんだよね。わ、ここは人並ぶわ。わかる。ボイルホタテ。わ、この量重いよ。ずっしり入って950円。牛価待ちになるぐらいのやつね、これね。熊笹味噌、前浜で水揚げしたやつ。これタコね。これ噴火湾は湾に栄養がたまるからいいね。お魚さんたちが寄ってくるからね。大ズワイガニっていうのを売ってるんだね。ズワイガニって細いけど太いのかな。見たことがないよ。すごくない？でかい。でっかいね。180円。どうしよう。いや、普通のやつ700円なんだけど、ブサイクくんってちょっと形が変わってたら100円引き。これはね、真っ赤。甘いわ。悩んだけど買う。奮発した。豊浦の完熟いちごはすごいよ。ってか開け、切ってみる。完熟でどんな感じか。切る切る。ずさ、ちょうどいいの。これより熟しちゃったらすぐね、もう真っ赤でぐちゃぐちゃっていう風になっちゃうけど、ちょうどいい。今日食べるのにはちょうどいい完熟いちご。いただきます。パク。品種にもよるけど味濃い。これ甘さと酸っぱさ、これちょっと酸味があるタイプで、甘いだけでもいちごって食べないんだよね。この豊浦のいちごの美味しさを知ってほしい。うん、ギリギリだねこれ。本当に食べ頃。うん、うん、アプタの道の駅。そして右側にあるのがこれ噴火版。だってカレーアロニアせんべいっていうのがあってね、伊達市大滝のね、アロニア果汁を練り込んだせんべい。アロニアっていうのがね、名物らしいんだよね。これ、あ、これこれこれ、アロニアねじりとかっていう。ここにはお食事処もあって、ウニも食べられる。海を一望できるね。ご飯食べるところ、ここいいよね。こんな綺麗なところがあるんだね。これパンカマ、これホタテだけどパンロールパンみたいな感じだよね、釜へのね。